私のチャンネルでは相互チャンネル登録はしていません。なぜなら、そのような行為は YouTube の規約違反となるからです。しかし、最近、私の YouTube のチャンネルに対して、注目のコメントに、リサリーチという方から、相互登録とか YPP ガイドライン違反なので通報しましたというコメントをいただきました。しかしながら、それは事実ではありません。すべて、でっち上げの嘘なのか、誰かがそのような違反行為をしている可能性があります。そこで今、何が起こっているのか、事実関係を捜査するため公安調査庁悟られ危機対策センター生活安全課の職員と合同で捜査協力を要請していています。私のチャンネルの登録者はすべて私の動画に興味を持ってみたい人だけが集まって、登録、および評価、コメントなどをしていただいております。すべてにおいて、健全なチャンネルのサイトになっています。今後も健全なサイト運営を心がけていくつもりです。今回は初心者 YouTuber がやりがちな規約違反を3つ紹介します。YouTube に投稿した動画サイトのチャンネル相互登録について、相互登録を呼びかけるようなことは禁止されています。しかし、たまたま気に入ってるチャンネルを自主的に登録するのなら特に問題ありません。その他に、プレゼント企画、応募条件にチャンネル登録、評価、コメントが含まれているものや、挨拶回りをする行為、例えば、コメントと判断される場合は禁止されています。どれも気軽にやってしまいそうな行為ですが、YouTube 側では、それらの行為はスパム、欺瞞行為、詐欺に当たるとして悪質なユーザーにはペナルティが課せられます。この規約は収益化の審査やアカウント停止などの可能性が高くなります。YouTuber の活動にも影響を及ぼす可能性が高いです。そのため、しっかりとガイドラインポリシーを確認しておきましょう。